目黒区の自律神経救世主久松です。今回は自律神経を整えるのに効果のあるツボ第2弾についてお話しいたします。前回の動画ではこの手の合谷についてお話しいたしました。今回は手ではなくて頭にあるツボなんですよ。頭にあるツボ、100回合うと書いて100へというツボです。この100へというツボは全身の調子を整える、そして頭痛や耳鳴り、めまい、鼻づまり、不眠などの自律神経的な症状に効果があります。まあそれ以外にもね、効果出てきますけど、自律神経を整えるという点で すごく合谷と並んで効果のあるツボですから、ぜひやってみてください。場所なんですけども、場所は頭、まずこの正中線、センターラインを真上に行ったところと、この耳のてっぺんを上に結んでいったところ。だからもう頭のちょうど真ん中ですよね。正中線、センターラインと、この耳と耳を結んでたラインが交わるところ。ここですね。ここが100へというツボになります。ここをどうですか？これも強くやったら頭皮ってすごくデリケートなので、毛細血管いっぱい取ってます。強く押したら毛細血管が傷ついてしまいます。ですからそうならないように、まあ、指で軽く押していくんですが、私、おすすめするのはこの人差し指と人差し指合わせて押すのをおすすめします。このセンターラインと耳と耳との交わるラインの交わるところ、ここですね。ここを人差し指重ねてズーンと下に押していく。気持ちいいかなっていうぐらい。これを5秒から10秒やったら離します。でまた押します。で5秒から10秒やったら離す。これを5回ぐらいやりましょう。そうすることにより、なんかスッキリしたなっていう感じが出てきます。本当に強く押しすぎたら、これ、本当に逆効果になって、頭皮痛めてしまいますから、そうならないように、本当に軽い強さで、応圧してみてください。これも自律神経を、整えていくのに効果ありますので、合谷と並んで、できるときにやってみるといいです。また、こう、圧しただけでもね、症状取れない場合というのは、やっぱり自律神経を整える専門家の力を使った方がいいです。もしあなたが、お困りでしたら、私があなたのお役に立ちますので、興味がある方は、真剣な方は、電話でもメールでも、LINE でも、私の方にご連絡ください。ということで、今回も動画を最後までご覧いただき、誠にありがとうございました。